大門港文化は、中国、山東省を中心に、紀元前4100年頃から、紀元前2600年頃にかけて存在した、新石器時代後期の文化。遺跡は、高賀下流の山東省太安市付近に集中しているが、黄海沿岸、渤海南岸から、露西平原の東部、ワイガ北岸の一帯にまで広がっており、隣接する安貴省、河南省、 チャンス賞からも少数の発見報告がある。大門校文化の名称は、1959年に山東省大安市大竹区の大門校鎮から発見された遺跡に由来する。1962年より発掘調査を開始、1964年に大門校文化と命名された。後に出土物からこの文化が行商文化と同時期化。 それよりも古いことが確認された。発掘は1974年と1978年にも行われているが、大門校文化に関係するのは遺跡の層の中でも中間部分だけで、深い層は北新文化に、新しい層は辰山文化に関係する特徴が見られる。大門校文化の遺跡からは、トルコ石、翡翠、造毛などでできた加工品、 および陶器が多く発見されている。大門校文化は、早期、中期、後期と大きく3つの時期に分かれる。初期においては、発掘物から見て、階級差は大きくなかったと考えられ、出土する人骨の性別などから、当時の社会は、母系氏族共同体だったと推測されている。この時期は、と言われる散足器や、クレナイ刀でできた家内など多様な形をした陶器が、 特徴的である。また早期も終わりの方になると土を持った墳母も多くなる。中期に入ると出土する陶器は紅れ陶に変わり灰陶。黒陶が増え、量の大きさや文様、形の多様さが明確になる。また社会が不景氏族共同体へ移行し、不景社会が確立した様が見られる。後期に入ると墳母の中に木製の棺が現れる。大門校文化も、 不兄氏族共同体の末期に入り、階層化が進み、副装品のない墳墓がある一方で、大量の副装品が発見される墳墓もある。土器は、灰刀、黒刀が主流となり、器の厚さは薄く成功になってゆき、黒刀や乱格刀を特徴とする達山文化に繋がってゆく。ありがとうございます。